日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷豊洲と様子は岡山県倉敷市倉敷地区にある地域である。本校では同地域にかつて存在した筑母郡豊洲村についても述べる。現在の豊洲小学校区にあたる。五日市、中大港、西田、早高、高須賀からなる。倉敷市倉敷地区東部にある元日田地帯で、 古くは海域であった。西に帯え、北に中小、南に茶屋町、東に筑波郡林島町と接しており、これらの地域とは歴史的にもつながりが深い。1889年に筑波郡の五日市、中大港、西田、早高、高須賀の各郷村が合併し、豊洲村を新設。西田に役場をいたが、1947年に、 旧倉敷市に編入合併した。五日市、中大港の山側以外は、いずれの地も海を観拓してできた土地である。五日市、中大港は16世以末その他は17世紀末頃の開墾である。昭和40年代頃までは、稲、イグサ、麦の県内屈指の産地の一つであった、一大農業地帯であった。特にイグサは、当地域内の早高、 高須賀と隣接地の帯えにある、帯高で採れたイグサを使用した畳表が、通称、参考として知られた。しかし、国道2号バイパスが地域内中央を通過、さらに、瀬戸中央自動車道早島インターチェンジが早島との境界地に建設されると、道路交通の要衝となり、道路付近にロードサイド店舗や企業、倉庫などが林立。また、 自動車社会の到来により、郊外型ベッドタウンとして宅地化が著しいなお、現在も水田は、比較的残っている。名所として、中大港の不洗い観音が知られる。市の東部にある、おびえ山海の南面にある地区。北部は、前期給料であるが、残りは、平野となっている。平野は大部分が、元は海であり、 干拓によって開墾された新田であった。開発された年代は詳しくはわからないとされる。しかし、豊洲の田の地よりは、年代は、古いと言われ、一説には16世紀後半に、浮田市の干拓ともされる。この地は、八化合用水と呼ばれる水路が流れており、その名称の八化合の中の一郷である。かつては、水陸の交通の便がよく、月に3回。 五日の日に市が開かれたことから、五日市の地名が生まれた。ちなみに同様に南方には二日市があった。官営五年、庭瀬藩主の分家である旗本、戸川康利が、帯江村に陣屋を構える帯江地業所の所領となった。当時の五日市村の国高は百五十国。市の東部にある、帯江山海の南面にある地区であり、平野部は、かつての海域。 上記の五日市の東隣で、干拓時期も、同時期とされる。干拓後、いつからか、都堺群中帯江村と称し、江戸時代の寛永五年に、林間事行所の戸川家の所領となり、明治まで続いた。国高は百国。北部の丘陵地には、不洗い観音として知られる、新言州観音寺の所在地として著名である。 豊洲地区のほぼ中央に位置し、域内はほぼ平野。元は、木々の穴海で、16世紀後半に、浮田市が、現在の倉敷市北部一帯にあたる海域を、干拓した影響により、近世前期には、当地は、吉原が広がり、また干潮時に、干潮が広がるようになる。県王元年に干拓され、新田八十三町部が造成された。 宮古境郡西田村と称し、林間地行所戸川家の所領となり、明治まで続いた。国高は四百国ごと九省明治期に周辺村と合併し、豊洲村となった時、当地に役場が設置された。現在も豊洲小学校や交番等が所在するなど、豊洲地区の中心的地域である。上記西田の東隣で、同様に古くは、 海で、近世前半には、吉原と館長寺は、干潟が広がっていた。漢文3年に、林島事業所の戸川市が16丁部、帯江事業所の戸川市が14丁部を管託し、新田を開発した。聖徳3年に、宮古堺群高沼村として成立、林島事業所と帯江事業所の愛 q 地となった。その後、帯江事業所領は、 漢文以降に遠方7年、元六11年、同15年の3回にわたり、高沼神殿内に神殿を造成した。関成年間の国高は、早島事業所領が249国余り、帯江事業所領が602国ごとであった。明治になると高沼神殿のうち、旧早島事業所領が早高村として分離した。存名は、 林間地業所と高沼神殿の頭文字の合成である。上記早高の東に位置し、茶屋町地区と接する。西田早高同様、近世前期まで海域で吉原や干潟が広がっていたのを干拓してできた土地である。遠方7年干拓が行われ、46六町二端の神殿が開発され、宮古堺郡高須賀村と称するようになった。 干拓前の時代、この辺りに、少し小高いサスがあったのが、地名の由来とも言われる。干拓後、明治に至るまで、林間地業所戸川家の所領で、国高は365国であった。明治になると、近世に枝村であり同じく、林間領であった高須賀天日田村、及び枝村ではないが、帯江領の天日田村の二村を併合した。元帯江領の天神殿は、 豊洲村の倉敷市編入時に茶屋町へ活動した平成24年9月末現在ありがとうございます。